皆さんこんにちは、サトシです。お久しぶりになってしまいました。前回ベトナムの焼きそば、インスタント焼きそばをご紹介したの覚えていますか？今日はあの時にちょっと予告したんですけども、このラーメン版で、ベトナムから来たインスタントラーメンです。これもですね、コリアンダー風味というふうに書いてありまして、前回の焼きそばの時にもコリアンダーの乾燥したものが入ってましたけども、それと同じようにこれもコリアンダーが入っているんだそうです。ということで僕もまたコリアンダー好きなもんですから今日試してみたいと思います。でこのラーメン、普通は鍋で煮込むんですけど、でしょうけど、調理方法で最初に書いてあるのがなんと電子レンジなんですよね。電子レンジに入れて500ワットで3分30秒というふうに書いてあります。珍しいですよね。あんまり電子レンジで作ってくださいっていうのはないんですよね。でも多分できるかなとは思います。で、その他の方法のところにもう一つ書いてあるんです。お湯を注ぐだけ。魅力的じゃないですか、ね、もうお湯を注ぐだけでできちゃいます。お湯を注いで3分、カップラーメンと同じじゃないですか、ね、ということで今日はこのお湯を注いで3分間やってみたいと思います。この中に入ってますのが、まずはラーメン。見てください、形丸いんですよね。だから丼にそのまま入れられるっていうことなんですよね。日本のよくあるのは四角だと思います。四角だとなんとなく小さいんだけれども、丼に収まりが悪いですよね。ですけどこれは丸いんです、はい、そしてこれが粉末のスープと、これがになってましたね、乾燥野菜、ドライドベジタブルって書いてあります。上にあるのは何て読むんでしょうね、ラウクーサイですかね、わかりませんが、これがコリアンダーです、はい、で作り方はとても簡単です。まず麺を丼にボトンと入れますね。粉末のスープ、これをパラパラと最初に入れます。コリアンダー、これもパラパラパラと入れてしまいます。それでこれにお湯を入れて蓋をして3分間なんだそうです。じゃあやってみましょうね。もう一つ入ってました、香味油って書いてあります。オイルですね。これも入れなきゃいけません、ごめんなさい。はい、お湯を入れました。じゃあこれで3分間いきます。3、2、1、ビビビビビビ、3分経ちました。さてできたかな、できたかな、どうでしょうね。はい、かき混ぜてみましょうか。なんとなくいい感じっぽいですね、いい感じっぽいですね。ちょっとね、温度がどうしても丼だと温度が下がっちゃうというところがありますからね、少し硬いかもしれませんけど、でも大丈夫そうですね。うん、よし、じゃあ食べよう。いただきます。うん、香りはね、すごいコリアンダー、すっごいパクチーの匂いです。苦手な人は多分ダメですね。はい、苦手な人は最初から買わないですよね。コリアンダー風味って書いてありますからね、デカデカでね。うん、ちゃんとできてます、ちゃんとできてる、うん。こう麺はね、今風じゃなくてちょっと昔懐かしい系の麺ですね、はい、初期の頃のインスタントラーメンといった感じでしょうか。最近のインスタントラーメンではないですね。でもその懐かしさがなんとなくいい気がします。ということでまた買いたいと思います。また面白いものを探してみたいと思いますね。うん。うん。